今は1月3日、時間は1時半、外は氷点下6度、昨日と同じぐらいですけどね。ちょっと天気が良くて青空で眩しいので多分真っ暗に映ってると思いますけど、結構明るいです。眩しくて目が痛いぐらいです。ちょっと雪が積もりましたけど、まあそれほど雪が多い状態ではございません。今日もまだクラブ休みなんで、ちょっとシェルとアーの顔を見て帰ります。キャベツの葉っぱと、ね、大根の皮と大根の葉これをここに入れてあげたらね、はい、はいはい、よし、アーさん、はい、アーさんはさ、野菜嫌いでしょ。これを取りまして、昨日吊るしたこれ取ってさ、詰めてくればいいんでしょ。あら、あんたゴロゴロしたしょ。黄昏れてます。よいしょ、もうすでに一回ゴロンしてんな。はい、にょにょにょ、こっち側ゴロンしただろう。怒るな。何顔濡れてるよ、顔。ずっと外見てたの。はあ、海馬の毛の中綺麗だな。何ギギ言ってんの。歯直したのにギギ言うの。変顔してるし、ちょっと待って、足ですけどね、全然問題ありません。もう多分全然乗れると思います。ママな、大事を取ってな。まだしばらく1週間くらいは回すだけにすっか。よしよし、シールも見るよ。水飲んでんの。よし、足の腫れ方にしてみればな、シールの方が多いんだよな。もう4本中3本腫れてるからね。お腹？あ、お腹だいぶ縮んだような気がします。やっぱりバチャクソエスだったのか、お前な。クピクピ飲んでんな。やばいやばい、それ水かけるな。水かけんな、私に。よし、そう、バチャクってよくなんでニールとか丈夫さを歌うじゃないですか。防弾チョッキでも大丈夫。結構ね、破くんですよね。ああもうどっかにここ引っ掛けちゃって破っちゃいました。それでちょっとね、洗う前にここを縫い付けて補強して洗濯をして来年に備えたいと思います。